い、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、以前ご紹介したミスミラージュさんのネオンシアーカラー、これを使った、まあ、ちょっとした簡単なアートをやっていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。ではやっていこうと思います。今回はピンクとブルーでやっていきたいと思っております。で、この上下の組み合わせで使っていきたいと思います。で、ブルーをやろうかな。はい、これですね。で、今回はこのネオンシアーカラーを一度塗りでやっていこうと思います。全体にまずは塗ります。はい、ではこれで硬化します。はい、硬化終わりました。で、これにまあ、同じメーカーで合わせて使いたいなと思ったんで、これもミスミラージュさんのやつですね。なんだっけ、アイビーグリーン、こういう感じのブルーグリーンみたいな感じの色、これでいいかなこれでいいかなって言って、なんかブルー系、まあ同系色といえば同系色みたいな感じで色を組み合わせようかなって思ったんですけど、案外こっちの方がいいかな。だいぶ印象変わるよこれ。どうしよう、どっちがいいと思う今更、もう準備してあったのに急に迷い出した。どっちがいいかな。ちょっと待って待って、これなんかちょっと違うわ。これも可愛いよ。どっちがいい？こっちの方がいいかな。やっぱこれでいこう。同系色でいこうと思いましたが、急遽変えます。なんか違うなってなったんで、エレガントマットグ、クリーム。はい。で、今回のアートは、前、私がインスタに載せた色違いバージョンをやりたいと思ってます。はい。で、筆はアート用の筆。私のいつもの大好きな筆を使います。取りすぎじゃないと思いましたかね、今。取りすぎていいんです。いっぱい使うから。なんか久しぶりに私、この筆でアートしてる気がするんですけど、最近やってなかったね。あ、なんか斜めになったか。なるべくまっすぐにね、線を引きます。はい。で、この辺でいいかな。この辺ぐらいからこうして、この辺ぐらいで曲がります。まあ角は作らないイメージですね。これは全部曲線と直線もあるけどね、角はない感じで、ちょっとずつ幅を広げて同じぐらいにしながら、色を塗りながら進んでいきます。わあ、かわいい。私、ニュアンスもね、好きなんですけど、元はといえば、もともとこういうなんかパキッと、カチッとしたデザインが好きなんですね。だから、こういうデザイン結構ね、好きなんですけど。前のインスタに載せたデザインも、お客様が、もう、色もデザインも、なんかシンプルでも派手でも、何でもいいからお任せでっていう感じで、いつも来ていただいている方がね、そうやってオーダーしてくれたので、私の好きな感じで、でもお客様のね、雰囲気にも合うような感じでデザインをやらせてもらいました。お客様の好きな感じと雰囲気とね、合うように。はい、わーかわいい。これで一旦硬化します。で、ちなみにこっちのシアーピンクの方ももう一度塗りだけして硬化してある状態です。で、これに合わせるのは、まあ、これは同系色ですね。これ、かわいいピンク。これも、エレガントマット桜ですね。はい。これをまたね、さっきの形みたいな感じでいこうと思います。これは、インスタの画像だと私はパールを乗せてるんですけど、何がいいかな？パール乗せるか、メタル系の球体を乗せるか、悩ましいとこですね。わあ、これもかわいいわこれもかわいいわーとか言って、私いつもこうお客様にやるとき、かわいいかわいい言いながら終わるんですよねまあ、めっちゃかわいいのできたねーと言いながら終わっていくんですよ。はい、じゃあ硬化します。
ということで、2つできました。かわいいね。全然雰囲気変わりますね。かわいい。どうしようかな。ブルーの方はシルバーでもいいかなって思います。爽やかな感じでね。ピンクの方はパールでもいいし、迷うわ。ゴールド、いや違うね。なんかパールにしよう。パール、パール。ブルーの方はじゃあシルバーで、ピンクの方はパールを乗せたいと思いますので取ってきます。はい、取ってきました。このぐらいのサイズかな。はい、ちょっとこれはね別で容器はないのでこんな感じで。じゃあ乗せるのはこいつです。レジンジェルです。どこに乗せようかな。おっとっとっと。じゃあブルーの方はこの辺りへ、ピンクはこの辺。はい、この辺、もうちょっとこっちかな、もうちょっとこの辺かな。はい、このような感じにしておきます。これで硬化します。かわいい。とりあえずこれで硬化していきたいと思います。めっちゃかわいい。このデザインいいね。何色でもかわいいんだな。ちなみに私こういう球体を1個乗せた時、単体で引っかかりやすいので、ここだけ、まあ、今はやらない、もう今塗っちゃったからトップやらないんですけど、ここの周りだけ1回ね、あのベースジェルとかで埋めます。でその上にトップ塗る。そうするとね意外と大丈夫ですよ。はい、じゃあこれは硬化します。はい、完成です。わあ、めちゃくちゃかわいい。あーかわいい。あーどうしよう、かわいくて。はいこんな感じになっております。このパーツは別につけてもつけなくてもね、どっちでもかわいいと思うんですけど、なんかちょっと寂しいなって気もするのでつけました。かわいい。ちょっと合わせてみよう。はい、かわいい。これもうね10本全部この何形違いでいけると思います。10本のデザインはあの私のインスタグラムに蜂蜜みたいな色でやってあるのが載ってます。ベースがなんか茶色っぽいクリアカラーの、上が黄色でこういう線がね書いてあるのがあるので、ぜひそれを参考にしてみてください。はい、これがピンク。これめっちゃ可愛いよ。なんて可愛いのこれちょっと私はピンクやらまやらないからそわそわしちゃうけど、これ可愛いよ。これは10本やっても可愛い。皆さんはどっちが好きですか？私は、どっちだろう？意外とピンクか。でもいや青だな。私は青の方が好きです。ピンクが好きな方も多いことでしょう。ということで今回はミスミラージュの新しいカラー、ネオンシアカラーを使ったアートをやってみました。このカラーね結構使いやすいよ。一度脱いでこの発色なので、いろんなアートに使えるんじゃないかなと思います。でぜひ皆さんも挑戦してみてね。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。